ジェイソン・マクドナルドは、カナダの男性総合格闘家。ノバスコシア州ニューグラス号出身。ピュアフィットネス、グレーシー・バッハ・カルガリー所属。ブラジリアン・柔術・黒帯、元 AFC ライトヘビー級王者。2004年5月1日、AFC ライトヘビー級王座決定戦で、アントニー・レアと対戦し、スカーフ・ホールド・アームロックで一本勝ちを収め、王座獲得に成功した。 2006年10月10日、UFC 初参戦となった、オルティス VS、シャムロック3で、エド・ハーマンと対戦し、三角締めで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年3月3日、UFC68 でリッチ、フランクリンと対戦し、にある終了時に、タオル投入による TKO 負け。6月16日、UFC72 で、 ローリーシンガーと対戦し、パウンドによる TKO 勝ち。10月20日、UFC77 で、オカミユーシンと対戦し、判定負け。2008年4月19日、UFC83 で、ジョード・オクセンと対戦し、グラウンドの肘打ちで TKO 勝ちを収め、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。8月9日、UFC87 で、デミアン・マイと対戦し、 ジョークスリーパーで一本負け。1ヶ月後の9月6日、UFC88 に連続出場し、ジェイソン・ランバートと対戦。ジョークスリーパーで一本勝ちし、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年4月18日、UFC97 でネイサン・クオーリーと対戦し、TKO 負け。UFC に連敗となり、UFC との契約が切れた。 2010年5月8日、1年ぶりの UFC 復帰戦となった UFC113 でジョン・ソルターと対戦し、左足の負傷で TK を負け、2013年3月1日、カレーと子供の成長を理由に引退を表明。引退後は、クロスフィットトレーナーの職に専念するとのこと。ありがとうございます。